Windows タスクマネージャー。Windows タスクマネージャーは、マイクロソフトが開発した、Windows NT4.0 とそれ以降の Windows NT 系のオペレーティングシステムに含まれているプロセスを利するためのソフトウェア、タスクマネージャーである。Windows Vista までは、Windows タスクマネージャと表記されていたが、マイクロソフトが2008年7月に外来語の表記ルールを発表したのに伴い、 Windows 7から Windows タスクマネージャーとなった。これらの操作を行っても、主にいたずらや、誤操作で使われると問題がある環境では、グループポリシーや Windows レジストリの設定によって、使用を禁止され、起動できないことがある。現在実行中のタスクの一覧と状態を表示する。タスクの一覧からタスクを選択して、終了や切り替えを行う。また、 タスクの作成を行う。例として、フリーズしたアプリケーションや、何らかの理由で閉じられないウィンドウを強制終了させる場合にしばしば用いられる。ただしこのような方法でアプリケーションを閉じた場合、ほとんどはデータ等が保存されないため、極力避けるべきではある。タスクのウィンドウの状態などいくつか個別の変更は、マウスの副ボタンやキーボードのアプリケーションキーを押す。 ことによって選択可能となる。アプリケーションタブに比べて、より詳細なプロセスの状態を表示する。プロセスの CPU、メモリ、I、O などのハードウェアリソースの使用率や、グディオブジェクト、ユーザーオブジェクトなど、Windows リソースの使用率を表示することができ、プロセス優先度や、プロセッサーアフィニティの変更を行うことができる。 ユーザー権限やユーザーの設定によって異なるが、基本的にユーザーが起動したプロセスのみを表示する。より上位の権限を持つユーザーは、システムのプロセスを表示することができる。Windows サービスの一覧と状態を表示し、サービスの開始、終了や関係するプロセス名やプロセス ID を表示する。Windows Vista から実装されたもので。 より詳細な操作は Microsoft 管理コンソールのサービスコンソールで行う。システムの全体の統計や CPU やメモリの使用状態を折れ線グラフで表示する。数値で表示されている部分の内容は Windows Vista とそれ以前では異なる。CPU が複数認識される環境では CPU 使用率のグラフはコアの数だけ表示される。 ネットワークアダプターを持つマシンで表示されるタブで、ネットワークアダプターが装備されていない場合は、表示されない。ネットワークアダプターの状態を表示し、アダプターごとの送受信歴の折れ線グラフを表示する。ログイン中のユーザーの状態を表示する。可能であれば、強制的にログオフやメッセージの送信ができる。Windows 9X 系には、 Windows Task Manager は含まれておらず、CTRLALT、DEL キーを押すと実行中のプロセスの一覧がダイアログボックスで表示され、強制終了するかどうかの選択ができるのみであるが、タスクマネージャーに近い機能がある、タスクリストとシステムモニターが含まれている。プロセスより細かいスレッドの表示やハードウェアの状態を監視ができるタスクマネージャーより、 高度な機能を持ったサードパーティー製のアプリケーションがある。など。Windows タスクマネージャーは動作しているアプリケーションの状態を確認できる簡便なツールであることから Windows タスクマネージャーで示される情報のみをもとにアプリケーションの状態を判断してしまうことがある。Windows タスクマネージャーにおける誤解の一つとして メモリ使用量を実際のメモリの使用量と勘違いしたり、その値をもとに異なるアプリケーションの誤った比較をしてしまうことが挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。